合がありそうだ。追い詰められちまったが、俺の勝ちだな。邪魔するなら始末する。覚悟はいい？食らいつく！
次。無手かと思いきや、すでに狂気だな。はい、二人を忘れ失踪しろ。そこだ。クライスタス。鎧。ブレイクブロット。超撃脚。邪魔よ。そこだ。クライスタス。鎧。させられるとは。死神が相手だ。見切れるか。こいつはどうだ。見切れるか。いいか、かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。これが死神の力。やめろ。効果的。効果的。来い。死にさせん。死にさせん。邪魔よ。そこだ。ナイスセン。だらけだ。本気になるまでもなかったな。
Thank you.
メンディーは無事に戻ったそうよ。この依頼は達成ね。次も頑張って。倉庫の赤箱を破壊せよか。穏やかじゃないな。いつもが穏やかだとでも？うん、それもそうだ。これは請負仕事だ。無駄に消耗することはない。バンエルティアにつなぎをつけて警備を引きつけさせておこう。お願い。何を壊すのかな。さてね、何でも同じことよ。歴史の本がある。ミッドガンド攻防史。約800年前、我が大陸は異大陸の軍勢に制圧支配された。ほとんど記録が残っていない以後の500年間を暗黒時代、クローズドダークと呼ぶ。300年前、この暗黒時代を終わらせ全土を再統一した英雄がクローディン・アスガード王である。クローディン、その名前どこかで。よし、今日の修行はここまでにしよう。ありがとうございました。それにしても兄さんの技ってすごく品があるよね。これは俺の師匠クローディン先生が作った剣技だよ。おー、私もあんな綺麗な技を使ってみたいな。同じ型を教えたんだがな、なぜかお前は断りと違う蹴りや技が出る。あ、体が勝手に動いちゃって。まったくお前は。だがベルベットはちょっと先生に似ているよ。先生もなかなか変わった人だった。いつも風変わりなマントを着ていてな。風変わりなマント？でも火のように強く、水のように周囲を潤し、地のように揺るがず、風のように自由で、今でも俺の憧れの人だ。私も会ってみたいな。それはもう無理だ。亡くなったの？ああ、先生は俺を守って、だから俺は。いや、本に書かれているのは300年も昔のこと。同じ人物のはずない。ベルベット、どうかした？ううん、なんでもないわ。クローディンって王様は随分強いやつだったんだな。それだけじゃないよ。歴史上で一番民を信じ、民から愛された王様って書いてある。ミッドガンド王国はそのクローディン王の一族、アスガード王家の末裔を名乗っている。アルトリウスに同志などという大行な称号を与えたのは
暗黒時代を終わらせた英雄王の栄光を再現しようという意図の表れかもしれんな。子供だましね。称号なんかで世界を変えられるなら苦労しないわ。そうとも言い切れん。重要なのは民衆が同志という称号に希望を見出し支持している事実だ。それは同志の名のもとに世界の意志を操作できるということだからな。全部承知で称号を受けたならアルトリウスの覚悟も半端じゃないな。あいつの覚悟なんてとっくに分かってる。あれだけのことをしたんだから。やれやれね。
力、興味があるな。人に勧める気はないわ。ネクターは強い効果を持った滋養薬だよ。だが常習性があるから医療関係者にしか調合や処方は許されていないんだが、近頃民間でかなり大量に闇ネクターが出回ってるようなんだ。あんたは扱ってるの？バカ言え、俺は真っ当な商売人だぞ。まあ扱えば需要は大きいだろうさ。あれは滋養効果以外に強い酩酊性があるんだ。こんな時代だ、そういうものに逃げたいやつも多いからな。そうなのか？浸水のがいいと思うが。妙なのは清涼だよ。本気になればすぐ根絶できるはずなんだが。とにかくネクタは流通も製造も謎が多い。真っ当な人間が手を出すもんじゃないぜ。
が、聖領は新しい拠点を作ってるらしいぜ。なんでも古い遺跡があった山の中にでっかい神殿を建ててるんだとか。そんな暇があるなら一匹でも多くゴーマぶっ殺せってんだ。いいの？そんなこと言って。俺は同志をあがめて現実を見ないバカどもとは違うんだ。相変わらずゴーマ病の治療法は見つからねえし、ゴーマはうじゃうじゃいる。最低最悪が最低じゃなくなった程度で、この先どうなるかなんて分かったもんじゃねえ。ひょっとしたら今ゴーマが町中に入り込んでることだってありうるんだぜ。ええ、あんたの言う通りよね。よし、警備がいない。今のうちに倉庫の中へ。ベンウィックたち、うまくやったようだな。赤い箱、ミッドガント教会の風刺。中身を確かめるか。必要ないわ。燃やして。うん。依頼達成、撤収よ。嵐のせいで手間取った。一刻も早くアルトリウス様に報告しなくては。あなたは！と、涙目の一刀対魔士エレノア・ヒュームです。今度は逃がします。襲撃一刀、この距離なら外せません。ゼロの方、吐く。そこだ。容赦しない。消えない傷を刻んで吐ろ。リーサーペイン。そこよ。許せろ。そこだ。こいつはどこだ。いけるか。ごめん。そこをどけ。ごめん。呪い。効果で。呪い。俺は。逃がせよ。逃がせよ。未熟だ。精霊なしでまだやる気？まさか倉庫に火を。最悪の中で人々が築き上げたものをどうして壊せるのですか。人間じゃないからよ。許しません、ゴーマン。こいつまだ精霊を。エレノア様は僕が守るでぐよ。かかってこいでぐ。どうでぐか。見つけてぞ。このバッドなお声は。裏切り者ビエンフ、珍妙にお縄につけ。出たー。こら、戦いなさい。おい、煙が上がってないか。本当だ、火事だぞ。火が回る時間は稼いだ。逃げるわよ。お前も来い。放せ魔女ざらい。大魔様、これは一体。ひどいお怪我を。私よりも人を集めて倉庫の召喚をお願いします。はい。この倉庫には何があったか分かりますか。確か滋養薬ネクターです。教会のギデオン大司祭が手配された薬で、各地の医療機関に送るために大量に。教会の薬を、なぜそんなものを。なんとか逃げ切れたな。
かくあいつを追い詰めたのに。ま、居場所が分かったからよしとするかな。あんた、あの変な精霊を探してたわけ？そうじゃ、奴の名は精霊ビエンフ。わしの可憐な乙女心を傷つけおった憎さ余って可愛さ全開なのるじゃよ。捕まえたらどうしてくれようか。意味が分からん。分からん。いいの、分かったら困るわ。これでばあさんのお使いは全部こなした。ローグレスの酒場へ戻ろうぜ。麻婆カレーが随分気に入ったんだな。そうなのかな。私に聞かないで。ベルベットは美味しいと思わなかった？わからないの。え？あいつは食い物の味がわからないんだ。いくら食っても満腹感もない。感じるのは血の味だけ。そう言ってた。そうなんだ。どうした？いつも以上に元気がないな。僕、役に立ってるのかな？お？六郎は何でも切れるし、アイゼンは誰でも殴る。ベルベットは強いし、何でも食べる。うん。でも、僕は格闘術は得意じゃないし、いつも元気がないって言われるし。そこに引っかかるか。戦いというのは攻撃だけ強くても意味がない。攻守のバランスが大事なんだ。お前の回復術があるおかげで俺たちは迷わず戦えている。そうね。何もしなかったマギルーに比べたらあんたは十分戦力になってるわ。何もしなかったマギルーと比べて。違う。今のはいかにマギルーが役に立たなかったかを言おうとしただけで。いきなり一人前になれると思うな。え？心が解放されて間もないお前がここまで戦い続けられているのは十分にすごいことだ。力というのは心と体を鍛えて培うものだ。お前がその努力を怠らなければ必ず強くなれる。アイゼン。大切なのは強くなりたいという気持ちだ。エレノアという大魔師と何か因縁があるのか？ノースガンドで初めて会った時にあいつが泣いてたのをベルベットが茶化したんだ。涙目大魔師ってな。大魔師がなぜ泣く？善を守るためには子の犠牲も良しとするアルトリウスの断りに後ろめたさを感じたんでしょ。甘ちゃんなのよ。それであれだけやれるのか。一等大魔師の肩書きは伊達じゃないようだな。油断はするなという話だ。ところでマギルーが追っかけてたビエンフーとかいうのは本当に精霊なのか？俺たちとは異なる種族だが精霊だ。なら
マギルーはタイマシってことか。魔女とか魔法使いって言ってたのは何だったんだ。監獄島に捕まってたことを考えれば、聖霊から弾き出されたやつなのかもね。あるいはただのペテン師か。そうね、タイマシじゃなくてもあの妙な精霊がいれば奇術ごっこくらいはできる。エリノア様はビエンフが守るデフよ。かかってこいデフだもんな。お、笑った。あ、ごめんなさい。なんで謝るんだよ。ビエンフが面白かったんだろう。うん、笑いたいときは笑えばいいんデフ。そんなにおかしいならお前もやってみろ。ほら、僕はライフィセットデフ。あ、うん、僕はライフィセットで。やめなさい。なんでだよ。ほら、人が見てる。目立つのは困る。あ、ごめんなさい。まったく余裕のないやつだな。ライフィセット、後で二人でやってみようね。帰りなさい。大変だったでしょう。麻婆カレーはいかが？それとも特製ピーチパイの方が？約束よ、本題を。同志アルトリウスの居場所はダーナ街道の北にある聖霊の新神殿、聖主の御座。しばらくここにこもる予定よ。引っ越しでもしてるのか？ある意味そうね。聖主カノ主の先座儀式を行っているとか。聖主カノ主、聖霊が掲げる新しい神様ね。厳粛な儀式だから付き添うのはメルキオルたち数人の高位大魔師だけらしいわ。好都合だ。あいつもいるかもな。十分よ。それなら襲う隙が必ずある。ただし、御座の手前には厳重な検問が敷かれているわ。なんとか破ってみせる。無理ね。人はごまかせても、御座の周囲に張り巡らされた結界は欺けない。部外者の侵入を拒む術の壁が作られているのよ。けど、奴らが通るための鍵があるはずよね。ええ。今仲間が鍵について調べているわ。ただしそれは別会計。そうなるわね。お代はこれ。これは最高に穏やかじゃないぞ。わかったわ。聞かなくていいの？大司祭を殺す理由を。大方、大司祭がネクターの元締めなんでしょ？教会のお墨付きで常習性のある薬をばらまいて製造を独占。大儲けの陰で素人どころかあなたたちの仲間にも被害が出てるってとこか。三つの課題の関連に気づいたのね。それが本当の試験じゃなかった？合格。いくら凄腕でも剣を振り回すだけの人は信用できないもの。勘違いしないで。私はアルトリウスにたどり着くためなら何だってする。鞘なんてとっくに捨てたのよ。そう、あなたは剣そのものなのね。改めて名乗りましょう。
私はタバサ・バスカビル、闇ギルド警視庁の長よ。ベルベットよ、大司祭の情報を教えて。大司祭は毎晩ローグレス王城の離宮で最悪払いの祈りを捧げているそうよ。しきたり通りなら礼拝は単身で行うはず。狙うならこの時でしょう。離宮に入る手段は？この記章を持ってお行きなさい。警視庁の仲間が手を貸してくれるわ。わかった、鍵の情報は頼んだわよ。ベルベットどうかした？なんでもないわ。でもなんか、なんでもない。城に忍び込んで襲うなら徹夜仕事になりそうだな。今のうちに準備を整えて酒場で一休みさせてもらおう。そうね。ギデオン大司祭が一人になるのは夜よ。準備が整ったら。この店は闇ギルドの一員だよ。先代からずっと世話になってる。赤いスカーフが警視庁の印なの？そうだ、このスカーフをつけた仲間に気象を示せば手を貸してくれるはずだ。アイフリード船長が一時監獄島に囚われていたのは事実だったわ。特等大魔師メルキオルに連れ出されたことも。でもその後の消息がつかめない。いずれにせよ清涼があいつを捕らえているのは間違いないな。目的は何なのかしら。海賊討伐のためなら見せしめで処刑するか、あなたたちを誘い出そうとするはずよね。今のところどちらの動きもない。もしかしてアイフリードが異大陸から持ち帰ったという異物が狙いなんじゃないの？異大陸の異物、あの妙な道具の噂が出回っているのか。可能性はあるな。あいつはある異物を妙に気に入って大切にしていた。どんなものなの？海賊団の機密だ。今はこれ以上言えん。だがもし目的がそれなら離宮に囚われている可能性は少ないだろうな。あそこには拷問の設備がないだろう。その通りね。一部でも機密を明かしてくれたこと感謝するわ。その線も含めて引き続き情報収集を頼む。もっともっともっと。違うの、そんなつもりじゃなかった。だけどお腹が空いて、病で消えゆく弟の命で姉が長らえるなら、その行為には断りがある。我慢しなくていいんだ。ベルベット、ライフィセットを食べなさい。やだ聞くもんか、お前の言うことなんか。
んた、どうして、ベルベットが、うなされてたから。気安く近寄るな！私がゴーマって分かってるでしょ！ごめんなさい。寝ても覚めても悪夢の続き。物は石をぶつけると壊れるが、気持ちをぶつけると生き物になる。扱うにも捨てるにも、物の方が楽じゃぞ。何が言いたい？休憩はおしまいということじゃよ。お出かけの時間じゃ。間に合ってよかったわい。あんたも来る気？お主らと一緒におれば鼻炎風を使う女対魔師が現れるぞよと、紛る占いに出たのでな。当たるのかそれ。わしは昔王城に入ったことがある。一緒だと便利かもじゃぞ。邪魔したら捨てていくわよ。敵の本拠地だ。警備は固いぞ。けど闇はあるはず。赤いスカーフをつけた兵士を探すわよ。赤星光のネクターって体に良くないから禁止されてるのに、どうして作ってたのかな？禁止されてるからさ。え？国や政領が世のため人のためだと規律を作っても、その全部に納得がいくとは限らないだろ。タバサの麻婆カレーが禁止されたら、お前はずっと我慢できるか？嫌だけど、禁止だし。禁止されようとなんだろうと腹は減る。欲しい客はいるってことだ。だが、金製品だけに世に出回る品は限られ、値が釣り上がる。だから作るんだね。綺麗事だけじゃ済まない。世の中にはそこら中に裏があるのよ。裏？金で請け負う殺し屋、密造の武器商人、莫大な利子をつけて金を貸す高利貸し、俺のような海賊も、情報の見返りにボラードになる奴も、ヘラビーサの商船組合も同じ裏社会の住人だ。ひよこを青く塗って高く売りつけてる奴も、路地裏で虫を戦わせて賭け事してる連中もな。あ、笑顔を向けてくる奴にも裏の顔がある。出し抜かれたくなければ気を抜かないことだ。どんな虫が戦うのかな？そこかよ。手形を拝見。確かにこの地下道は王城につながっている。離宮の中に出られるはずだ。巨大ワニがあるでの。ワニ？
ワニの好物は魔女だ。さあ行くぞ。マギルー以外は足元注意でな。暗殺に向かう雰囲気じゃないわね。こんな道を知ってるなんて、やっぱり警視庁ってすごいんだね。その情報を生かすための仲間が城の中にまでいるんだから大したもんだ。王国全土に支部を置き、犬や猫さえも情報集めに使うノウハウを持っているという話だ。わしも聞いたことがある。連中は仲間の死体すら無駄にはせんとな。仲間の死体？その昔、城に忍び込んだ警視庁の男が警備兵に追われ、この地下道に逃げ込んだそうじゃ。男は水に潜って追っ手をやり過ごそうとしたが、バークバクバクほどなくしてワニに食われた男の腕だけがお堀に流れ着いた。それを見て警視庁の連中は二つの情報を得たという。二つ？一つは人が通れる地下道の存在、もう一つはワニ料理がこの町でも作れること。ワニの肉は人の血で揉むと柔らかくジューシーになり、麻婆カレーには最高に合うそうじゃって。あ、僕が食べたのは。へえ、そんなに美味しいなら試してみようかしら。嘘しか言わない魔女の血で。俺も食ってみたいな。戦力ダウンにはならん。某の緊張を解くための可愛いジョークじゃって。嘘なんだよね。ワニというのは真っ赤な嘘じゃがな、某が食うた麻婆カレーには人食いナマズの。行くわよ。